はい、どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は作眼見ていきたいと思います。いや1話2話とちょっとね辛い経験などもありましたけれども、今回からねついにラビリンスに足を踏み入れるということで、どういう冒険が待っているのかというところですね、注目して見ていければなというふうに思っております。それではですね、もう早速カウントダウンをして見ていきたいと思います。いきます。3、2、1、はい。メメンプーって声かわいいよね。なんだろうこれ。あれか、ウロロップから送られてきた宝石だ。あ、これがなんか通貨みたいなもの代わりになるのかな。換金かなんかすんのか。おお、いっぱいあるね。意外となんか楽しそうにやってるけどね。てか1週間あの花みたいなの取って1週間分のヌードルって言ってたけど、やっぱり2人の主食はヌードルなのかな。節約っていうこと。まあガガンバーもメメンプーも料理ができるそうには見えないからね。ヌードルを食っているシーンとかを見るとヌードルを食いたくなるんだよね。あのゆるキャンの時のカレー麺現象。カレー麺がコンビニからなくなったっていう。この作眼は本当に音楽も映像もいいよね。これから進んでいくラビリンスはどういう階層になってるのかな。段みたいな感じかな。上に登っていくとか下に下がっていくとか、それとも平面なのかな。クレジットっていうんだね。お、え、こんなことできんの？マーカーフラッグ。ベースキャンプか。はあ。なるほど。
ぱコロニーっていろんなところにあるんだね。いや、めちゃめちゃ滝すごいね。おでこ行くの？ジョリジョリ。下まであれめちゃめちゃ伸びるね手のやつ。これメメンプ一人で操縦してんの？そのまま掘るのか。穴掘ることを削岩って言うんだね。着いた。ジョリジョリ、あ、ジョリジョリに行く前のベースキャンプか。電気には困んないんだね。
横にいるやつ何？トニーっていたっけか？家から持ってきたのか？あ、出た。出た。ヌードル。家と変わんないね。いや、逆にいいよね。こういうところで食うヌードル。地震？なんか危険を察したんだろうね。いやなんけ。いや、寝といた方がいいんじゃないの。また出た。なんで夢に出てくるんだろうね、これ。あ、全部一緒になってんだ。リンダのやつと指輪とウロロップの宝石。なんか来たね。うわ、また来た。こいつあれじゃん。あのまさに襲ってきた大型のやつじゃん。嘘でしょ。うわぁ、地図も置いてっちゃったし。
すごいね、あのなんだっけ、トニーだっけ。何者なの、トニー。いやー、一人じゃ危険じゃないの？骨だ、骨。これ、うわぁ。え、荷物いいの？あ、トニーは？トニー絶対いた方がいいでしょ。うわぁ、これはどうすんのよ、この後。すごいね。大学。そうだよね、ご飯も途中でこぼれちゃったもんね、ヌードル。おーい、来た来た来た。いやー、カガンバー。
お、二人逆になってんだね。やっぱそれぞれ役割があるんだ、前と後ろで。あ、持ってないよ。持ってないリュック。出席で卒業なんだ。あ、なんかいる。え？え？あ、終わった。また新しいキャラクター。いや、こんな あんな石に囲まれたところにいそうな格好じゃなかったけど、ね、パラソルつけて。スーツ着た人がいたね。いやー、ラビリンス旅が始まって早々なかなかハードだね。あのでっかいやつは何なの？大型のやつ。あいつしか、あいつしか、あいつと、あ、今回ちっちゃいやつも出てきたか。やっぱいろいろいるんだろうね、大きさも。あの怪獣は。あとトニーは何なの？あれメメンプが作った、まあただのぬいぐるみではないよね。はい、ということで終わりましたね。いや、ラビリンスに足を踏み入れて第一歩でなかなかにね、ちょっとピンチだったけど、やっぱね、メメンプーの頭の良さと、あとガガンバーのね、娘への気持ちですかね。二人のそういう気持ちがあったから乗り越えられたみたいな、そんな感じですかね。いや、面白かったな。あとトニーね、なんか、なんだろう、愛らしいぬいぐるみみたいな感じ。何でもできそうだけどね、あれ。なんか目も光ってたし、でっかく、なんか丸っこくなって、クッションみたいにもなってたし、あれが一体何なのかわかんないんですけど、今まで1話と2話で出てきてたかな、ちょっと見逃したかもしれないですけど。はい、ということで、いや、今回は面白かったですね。いや、続けて4話もこのまま見ようかなとは思ってるんですけれども、その時はどうぞ一緒に同時視聴いただければ嬉しく思います。では、今回ここまで、コネでございました。バイバイ。